ダニエル・ウィーラーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州、ローリー出身。2002年9月22日、プロレスラーとしてのキャリアを開始。2005年には、スティーブン・ウォルターズのリングネームで、NWA 加盟団体である、NWA ワイルドサイド野郎に参戦。2007年、NWA 加盟団体である、NWA アナーキーに入団。 デリックドライバーとタッグチーム、ニューウェーブなるタッグチームを結成して活動するが中堅として1年を過ごした。2008年1月5日、ハリウッドブルネッツから勝利したのをきっかけに、NWA アナーキータッグ王座をめぐって、各タッグチームと争うまでに成長。9月29日、NWA アナーキータッグ王座挑戦権獲得マッチとして、 デビルズリジェクトと対戦して勝利したことから、挑戦権を獲得。10月13日、NWA アナーキータッグ王座を保持する、NWA エリートに挑戦して勝利し、王座を退官した。2009年1月24日、NWA 加盟団体の NWA、シャーロットにて、元ティネ所属のナチュラルズと対戦して勝利。4月18日、NWA アナーキーにて、 NWA アナーキータッグ王座を保持するタレントマネーに勝利し、二度目の王座を退。5月30日には再び NWA シャーロットに参戦し、1デートーナメントであるクイーン式タッグク,クラシックに出場。決勝でナチュラルズと対戦して勝利し、優勝を飾った。2010年、タッグ戦線のトップとして、ストーリーラインで活躍していたが10月30日に、 タレントマネーと敗者解散タッグマッチを行い勝利したもののニューウェーブとしての活動を停止しシングルへと転身した12月10日そうにて ECW WWE ティネで活躍したキットキャッシュと対戦するが敗戦した2011年7月23日 NWA アナーキー TV 王座ンウェーマッチに出場し王者であるジェフ・ルイス ブロディ・チェイスと対戦して勝利し、シングル転向後初の王座を体感。8月6日、NWA レジェンドファンフェストにて、デリック・ドライバーと人よ限りのニューウェーブを再結成。NWA 世界タッグ王座を保持するダークシティ・ファイトクラブに挑戦するも敗戦した。2012年より、アメリカ国内の様々なインディー団体に参戦するようになり、RPW や PWS。 レッセルフォスといった団体に出場。シングルのみならず、ジョン・スカイラーとラブヘイトマシーンを結成して活動。2013年3月、日本のインディー団体である01に参戦するために初来日を果たす。31日には、01ノ納プロレスヤスクニ大会に出場し、マイ・バッハ・ベータタマ・ウィリアムスと組んで、神風サイリョに傭ヘイト6人制。 タックマッチを行い勝利。4月15日には、インターナショナルジュニアヘビー級王座 &NWA、世界ジュニアヘビー級王座を保持する、菅原拓也に挑戦するが最後には、菅原のフィニッシャーである13不等を暗らい敗戦した。NXT2014 年3月、WWE とディベロップメント契約を交わして、入団。ダッシュワイルダーのリングネームで、 WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始し、6月に NXT に昇格。スコット・ドーソンとザ・メカニックスなるタッグチームを結成し、同月28日に NXT ライブにてデビュー。リー・ジョナーズと対戦して勝利した。7月31日、NXT にて、モジョローリーブルーでエンプシートの試合でデビューするが、敗戦した。NXT デビュー後、 長期間ダークマッチやジョバー的な位置で活動。2015年7月29日、エンツ・アモーレコリン・キャサディとの対戦にて、序盤は試合を優位に進められるものの中盤より、主導権を握ると、アモーレとキャサディは仲間割れを起こして、タッグ間に喜歴を生じた隙をついてフィニッシャーである、シャッターマシーンをアモーレに決めて勝利した。11月11日、 NXT タック王座を保持するボードビレーンズに挑戦。イングリッシュの膝を集中して攻撃し、終盤にはゴッチをリング外へ排除すると、セカンドロープからダイビングフットスタンプをイングリッシュの左膝へ決めると続けてドーゾンがリバースフィギュアフォーレックロックで極めてギブアップをさせて勝利し、ベルトをダッシュした。12月16日、テイクオーバーロンドンにて、 エンツアモーレコリン・キャサディと王座戦を行う。序盤にドーソンと二人がかりでキャサディを攻め、アモーレも長時間捉えて優勢に進める。最後にアモーレにシャッターマシーンを決めて勝利。ベルトを防衛した。2016年3月12日、WWE ロデブロック2016にて、エンツアモーレコリン・キャサディと王座戦を行う。 序盤よりエンツォを捕まえて優勢になるがエンツォがキャサディへのタッチに成功するとキャサディより一掃されてしまい流れが移転自身が一方的に攻められピンチに陥りエンツォとキャサディがスカイズ・ザ・リミットを狙ってエンツォがコーナーポストに登ったところをドーソンが介入して不発させキャサディを場外にてシャッターマシームを決めてエンツォを孤立させると最後にシャッターマシームを決めて 勝利した。4月1日、NXT テイクオーバーダラスにて、アメリカンアルファと、NXT タッグ王座戦を行い敗戦して、王座を陥落。6月8日、NXT テイクオーバーザエンドにて、アメリカンアルファに対して、リベンジマッチを行う。序盤より流れをつかまれると、中盤には、両者より、アンクルロックを決められるが、リフェリーの隙をついて脱出。そして、 ゲーブルを捕獲するとイタブルが冗談に、タッチされると再び流れが、アメリカンアルファに行こうとしたところに最後に、シャッターマシーンを決めて、逆転勝利を収め、二度目の王座を体感した。WWE2017 年4月3日、WWERAW にてドーソンと共に、登場。ニューデート対戦。終盤に、ウッズを相手に手こずるがウッズが、 オーナーロールを仕掛けてきたところに、カウンターで、シャッターマシーンを決めて勝利。試合後にはセコンドを務めていたコフィを襲撃した。同月14日、NXT ライブにて、ヒデオイタミ中村晋介との対戦中にアゴを負傷。長期欠場となる。2019年2月11日、RAW で、WWE ロータッグ王者チームのチャドゲーブル&、 ボビールードに挑戦。4人がリングで入り乱れる工房からゲーブルにシャッターマシーンを決めて勝利。王座を体感した。6月10日、RAW で WWE ロータッグ王者チームのカート・ホーキンスザック・ライダーにウーソーズとトリプルスレッドマッチ形式の王座戦に挑む。終盤にウーソーズによるスーパーキックの応酬に苦しみ、 ジェイ・ウッソがライダーにダイビングボディプレスを決めると、ドーソンが場外から割って入り、ジェイにホールを奪い勝利。王座を退官した。2020年4月10日、タッグパートナーであるドーソンと共に、WWE を解雇された。オールエリートレスリングと契約し、2020年5月27日放送の、エダイナマイトに、スコット・ドーソン改め、 ダックス・ハー・ウッドと共に登場。シンングネームはキャッシュ・ウィーラー。第3代 W ・ダックス・ハー・ウッド。ありがとうございます。